ストーンフィールドは、ビクトリア州の農村部の田舎町、ダラウェイト義務出身の、エイミー、ハナ、サラ、ホリーのフィンドレイ姉妹からなるオーストラリアのロックバンド。最年長のエイミーは、ドラマー兼リードボーカリストであり、ハナは、ギター、サラはキーボードを演奏し、最年少のホリーはベースを演奏する。もともとは、イオタという名義で活動していたが、2010年に、 トリプル J の新人発掘番組アナースドの決勝コンテストで彼女たちの曲ホーリンラバーが優勝した。この優勝の後、このバンドの曲はしばしば放送で流れるようになり、オーストラリアレコード産業協会の賞を取っている音楽プロデューサー、クレッグウェールズの下でスルーザ・クローバーを吹き込んだ。2010年にはトリプル J の J アワードのアナースト J アワードに、 ノミネートされた。2010年にパースでワンムーブメントフェスティバルに出演した後、バンドはグラストンベリーフェスティバルのブッキング担当者から連絡を受け、翌年のフェスティバルへの出演を打診された。この出演は実現し、6月26日金曜日の12時12時40分の時間帯に彼女たちはジョンピールステージの2番目の出演者として登場した。 2011年6月、彼女たちは、オーストラリアンフットボールリーグの、ウィメンズラウンドの行事の一環で、メルボルンクリケットグラウンドで行われたジーロングフットボールクラブ大放送フットボールクラブの公式戦前のエンターテイメントとして、演奏を行ったエイミー・フィンドレイは、2010年に、北メルボルンタフにおいて、学士を取得した。エイミーは、2011年に、テレビ番組、 ロクイズに出演し、スルーザ・クローバーを番組のバンドであるザ・ロクイズ・オーケストラと演奏し、ニック・バーカーとのデュエットで、イッチー・イクー・パークを歌った。バンドのセリフタイトルアルバム、ストーンフィールドは、2013年10月19日付のアリアアルバムチャートにおいて、21位のデビューを果たした。ストーンフィールドは、2015年 A プラ音楽賞において、ラブ・ユー・ディザーブにより、 ロックアークオブザイヤーを受賞した。ストーンフィールドは、ほとんどが自作曲を演奏しているが、時折、カバーバージョンにも取り組んでいる。これまでに取り上げた中には、胸いっぱいの愛をや、マジックカーペットライドがある。2015年には、フリートウッドマックのザ・チェーンを、ケイティ・ヌーナンのアルバム、ソングズ・ザ・トメイド目に収録した。2016年には、 フリートウッドマックのオーストラリアツアーで3回の講演に参加した。ありがとうございます。